北陸、現在は晴れているところ多いですが、夜にかけてはお天気崩れてしまいそうですね。そうですね、早いところではお昼過ぎぐらいからにわか雨、降り始めるところありそうです。現在の状況を見てみましょう、はい、6時40分の状況です。10分天気の報告、皆さんから過去1時間でいただいている報告を見ますと、この時間は北陸エリアほぼ全域で晴れのお天気となっています。ただ日本海海上では小さな雨雲がまとまり始めました。現在日本海北部に低気圧前線が進行してきていますが、その南側でも局地的な前線シアラインが形成されていて、ご覧のような小さな雨雲が発生を始めているところです。気象庁の2キロモデルでこの後昼過ぎにかけての状況を見てみますと、こちらは朝7時の状況です。8時9時画面左側、この青い部分が降水が予想されているエリアですね、はい、低気圧の南側、局地的な前線シアラインに伴う雨雲がご覧のように次第に能登半島などに近づいてきています。またこれ右側ですけれども、こちらは、ね、地上付近の風の予想です。このオレンジ色のエリアなどでは南西の風が強くなるといったところを予想しています。そして午後に向けてなんですけれども、こちらが正午、午後1時、午後2時頃になりますと、能登半島も北部を中心に、にわか雨が始まりそう。佐渡島、新潟、下越、東北の日本海側などでもしっかりとしたにわか雨、東北地方などでは1時間に5ミリから10ミリくらいの強い雨、雷を伴って降る可能性も予想されています。はい、そしてその後の状況なんですけれども、今度は気象庁5キロモデルでその後の動き見ていきますと、夕方にかけては北陸エリアところどころで降るという感じなんですけれども、もう夜になりますと、前線の南下に伴いまして雨雲の範囲がさらに拡大をしていく予想です。こちらは深夜0時の予想ですね。さらに明日の朝にかけて、まとまった雨の範囲が拡大する見込み。1時間5ミリを超えるような雨の降り方で、雷や突風を伴う可能性も予想されています。こちらは午後3時の発雷確率、午後6時、午後9時、深夜0時と次第に発雷確率 40% 以上の濃い青のエリアが拡大します。そして午前3時から午前6時ごろになりますと、北陸エリアでも発雷確率 50% から 70% となっていきます。はい、明日にかけてこの方面では引き続き注意が必要です。はい、次第に天気は下り坂、夜には雨が降り出すところもありそうです。日中の日差しを有効にご活用ください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。